立法センター空き部立法センター、力宝中心とは、香港の香港島北部、今州地区に位置する超高層ビルである。立法センターは中間に近い今州に位置するツインタワーの超高層ビルである。今州道を挟んで、斜め向かい側には中国銀行タワーが、ビクトリアン側には、ファーイーストフィナンシャルセンターが建っている。この建物は、アメリカ合衆国の建築家、 ポールルドルフによって設計され、タワー1は高さ172メートルの44階建て、タワー2は高さ186メートルの48階建てである。形状はかなり複雑な形をしており、その形はコアラがユーカリの木にしがみついているようだとも言われる。ポールルドルフの代表作でもある。この建築は何回か持ち主が変わっており、当初はオーストラリア人のアラン・ボンドが創設した。 ボンドグループにより建設され、本たち中心と名付けられた。1989年には資金、貸付元だった日本長期信用銀行が経営破綻した原因の一つとなる日本のリゾート開発会社であったイアイインターナショナルがこのビルの所有権を獲得した。ところが日本経済のバブル崩壊により I 社が倒産。 それに伴って、インドネシアの華境系財閥である立法グループにより、買収され、今の名称に至っている。このビルには、日本の福井県香港事務所が入居している。周辺のバンクオブ、アメリカタワーや、遠藤金融中心、高等裁判所とは、ペデストリアンデッキでつながっている。ありがとうございます。